神奈川県平塚市でサッカー J リーグのチームが本拠地として使うスタジアムで、新型コロナワクチンの高齢者向けの集団接種が始まります。平塚市は7月6日以降の7日間、J リーグ湘南ベルマーレが本拠地とするレモンガススタジアム平塚をワクチンの集団接種会場として活用することを決めました。 チームのスタッフが誘導などの運営を行い、屋内の会議室などを使っておよそ4,000人に接種できるということです。また、これまで土日のみ接種を行っていた市役所でも、6月21日から7月末まで平日も接種できるよう体制を拡大し、およそ2万1,000人の接種を目指します。 市は7月末までに希望する65歳以上の高齢者の接種を完了したいとしています。